この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様です。しゃあ行きますか。よっしゃー。はい、リアクション動画やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ゲストに、リコくんお迎えしております。私、マイスクリーム講師のデスノーリー様でございます。今回リアクションしていくのは、この辺でいいのかな？こちら、デクスコアの、ザ・ライトという曲のライブ映像でございます。イエーイ！デクスコアね、ご存知の、方もリスナーの方では多いんじゃないかなと思うんですけど、ボーカルもね、かがみくん。うん。すごい。あ、出るかな、うん、多分なんか、家みたいな感じ。思うんですけども、まあ本当定評がありますよね。うん。ボーカルテクニックで。うん。まあ、シャウト、めちゃくちゃ定評あります。シャウトもね、すごい幅広いんですよ。うん、そうなの。クリーンもそれとこう対比するかのように。そうなんだよ。なんかね。そう。クリーンとシャウトを使い分けてるね。唯一のバンドなんですよ。いや、本当に、高音もね、素晴らしく綺麗で。嘘っぽ。いや、嘘っぽか顔のせせらぎみたいな。すげえ。綺麗な。綺麗じゃん。そうそうそう。クリーン。もうスーンスーンって言っちゃう。もうほんとそういう感じの印象を受ける、めちゃくちゃ綺麗なクリーンと、合格なシャウトがこう対比ですごく素敵な鏡くんでございますんで、そのあたりよくチェックしていただけるといいんじゃないかなと。って感じでちょっと楽しんで、行きましょう、はい、よっしゃーいっすー。今回ライブ映像が。ライブなんですよ。なんか最近かな、うん、やばいよ。オーウエストだよ。オーウエストでかやばいね。やばい、売れた。売れたね。デクスコア売れた。やべえな、それから。はい、で、行きましょう。Fuck you right! Fuck you right! おい、うわぁ、うわぁ、いいやな、いいやいい、この感じ、うん、イントロ、うん、いや、スピード感あるね。いや、とてもいい。スピード感が、うんかっこよ。あの、うん、このノリだよね、レックスと言ったら。そう、これ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 。イエーイイエーイ。これよくやる。いや、確かに。ザ・ライトマジでかっこよくて、めちゃくちゃかっこいい。もうイントロからやばかったね。そう、ザ・ライト自体が割と最近に出た曲なんですけど、うん、公開される前に聞いてくれっつって、うん、あ、来たんだ。そう、来てきた。お、俺に来てねえぞ、から。めっちゃいいじゃんっつって、うん、楽しみだって言った曲なんですけど、うんうん、もうすごくかっこいい。あ、イントロアップね、うん、彼といえばこの中域。そうなの。いやー、待って、そうなの。ゆめとゆめとさんね。すげえ今いいシャウトしてたね。そうなんです。ゆめとさん最近シャウトお化けなんだよね。マジか。最近やってんだよね。なんかさ、ギタリストにやっぱシャウト取られたら、ちょっとボーカリストね。やばいやばいやばい。ちょっとやばいぞ。超えないでいただいて。あ、そうだね。ちょっと我々のこと、うん、じゃあちょっと嘘ばっか教えるわ。そうなんです。この掛け合いもね、見どころじゃないかな。そうだね。すごい良かったわ。思います。この辺のね、うん、彼っぽいですね。うん。だね、うまいうまい。かっちょいクリーン、きたきたきた。耳心地、うん、耳心地すげえ綺麗だね。キャップ、星空を見てるかのような。いや、マジそうだよね。そう、キラ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 している歌声の、うんうん、後に地獄の、地獄から来たかのような二面性、やばいね。悪魔と天使をね。もうシャウトの出し方的にどうなんこれ。あのね、うん、なんだろうな、やっぱりこう多分、うん、多分だよ、カラミのクリーンはやっぱすごくこう、うん、比重は高いと思う。あ、高いんだ。誰かが照らした未来はみたいな。ちょっと完コピで、そっから逆に上 の抜けは残しながら、これ超マニアックで申し訳ないですけど、うん、上の抜けは残しながらすっげー下げてる。イエーイ！すげえ。イエーイ！そう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 。ちょっと違うか。もうちょい上に多分、もうちょい抜けた方が。イエーイ！あ、そうそうそう。これか。の方が近いと思う。なるほどね。これね、やっぱボーカリストで、うん、やっぱシャウトのこう出し合いとかね、こうライブハウスによくやるんだけど。やるね。うん、音量やばい。やばいよね。やばい、マジで。普段あんまり地声は張らないタイプじゃないですか。ああ、そうだね。まあ、どうでしょうね。うん。出る。まあ、リコさん、どうなんですかね。僕にはそのシャウトできません。そう、みたいなね。ずっとこうやって喋るんで。あんまりこう、声張るタイプじゃないと思うんですけど、うん、シャウトの時めっちゃもう、うわーってやるから。マジでやばい、ね。すごいなの。落ちたね。うん、落ちたね。
これやばい。これなんだよね。すごいね。今のとか、俺マジ出し方わかんないもん。すっごい低いもんね。あれは、もう、うん、もう上の抜けすらない。ああ、もう完全に下狙ってんだ。ふぅーってやってる。なるほどね。ふぅーあ、そう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 。ね、これもちょいちょい早いと。ね。ね。うん。デックスの曲は乗りやすいよね。そう。これなんか前の動画で言ったけど。うん、すごい、わかりやすい。うん。いやー、ギターフレもいいっすよ。うん。タイトだよね。いやいいねいいねいいね。乗りやすい。うん。何今の？どうなって？全部かっこよかった今。ちょっと戻していい？もう一回見よう。もう一回見よう。もう一回見よう。そんなのある？この、うん、頭の振り方かっけえな。さあ、ノリノリになるわ。ノリノリ。これ完全ローだよね。やられる、やられると完全に三半期間やられる。いやこれです。ああ、ラストはかっけえな。カメラワークもいいわ。うん。な、戻す。からの。高低差やば。やっぱ抜けてるよね。抜けてる。いい意味で。うん。聞き取りやすい。そう。あったけ、気持ちいいだろうなこれ。照明がいいしね。あーいいね。かわいい。あ？決めすぎだ。めちゃめちゃかっこいいな今の。なんだよ。なんだ今の表情。うわーこの顔。この表情やっぱいいね。狙ってんだろ。いいねいいねいいね。これであざとい。これあざといぞ。あざといぞ。あーこれでキュンとしちゃうだろうこんな。かっこいいからな鏡、うん、基本的に。まさかの夢と。今鏡と夢と掛け合いだった。掛け合いしてるんだよ。ここ超好き。めちゃめちゃいいわ。めっちゃかっこいい。ちょ戻す。これね、あと5回、あと5回ぐらい見よう。あ、確かに確かに。マジで。ゆめさんね。うん。かみてしもてかみてうわかっけーかっけーうわいいねいいねいやめっちゃいい。なんかさ、うん、この期待通り、あこれなんかね前も動画で言ったかもしれないけど、うん、期待通りなんだよ。まあ、来るからってところで絶対来るよね。そう来る来る。それをこう繰り返してくるから、いやかっこいいな。いやいいね。シャウトだね。最高。うん、あいいね。最高。かっこいいな。フレーズに戻るんね。最高だよ。いやーおかえり。最高、うん、よく帰ってきた。いやいいね。よく帰ってこいた。よく帰ってこいた。確かにあの辺地獄みたいなところから。いやいいね。いいよ。うわー、いやこれドラムのビートがいいわ。いやーね、レジいい仕事してるね。ほんとにほんとに。ベースもね、いいサウンド出してる。全員かっこいいよ、うん、照明さんもかっこいいし、うん、PA さんもいいし、かっこいいしね。マネージャーさんもかっこいいしね。ほんとに全員、うん、いや一体感やばやばいなこれ。一つじゃん、うん、すごっ。これ全員鏡に見えてきた。でもやばそれは。それはもう一周してキモいですね。ちょっと、いやいいね。うわいうわいいねいいね。うまっ。イエーイイエーイ We are this world。
めちゃめちゃかっこいいわ。素晴らしいですよ。やっぱね、鏡って、うん、ライブハウスのすごいいい空間を、うん、はいはい、いい空間とか、そのいい空間、一瞬って絶対訪れるんですよ。そうですね。ライブだからね、うん、生ものだからね。そう、その一瞬マジで逃さなくて。すっげーボーカリストなんだよ。ずっと見てんだ。そう。なるほどね。視野が多分もう360度みたいな。トンボみたいな。トンボみたいになってる。説得力のあるボーカリストなんで、ね。なるほどね。いや、素晴らしい。素晴らしい。ライブ映像だったし、うん、まぁ、ちょっと彼のボーカルの特徴ちょろっとですけど、うん、紹介できたんで、今回の動画面白かったよという方は、ぜひ、グッドボタン。あと、チャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録お願いします。ありがとう！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 